原発に反対する県内の市民グループの代表は、今の時期に安全を審査する、それ一定のものを出すこと自身が誤りではないかというふうに思っているんです。福島が事故っていうのは、原因については分かりましたか、ということでなければ、審査に入れないのではないか、再稼働してるっていうと、再稼働についての審査に踏み切るっていう環境にないというふうに、僕たちは思いますよ。その上で、小田川原発でも審査が進むことについて、原発事故の被害を社会的なコストとして考えず、企業の損益計算だけで議論しています。事故が起きた時の住民の避難計画もできていない状況で、審査の申請は理解できないと批判しています。政府が掲げる農林水産物や食品の輸出額を倍増する目標の実現に向けて、地方の意見を聞く会が開かれました。自治体などからは、政府に輸出先の国への働きかけの強化を求める意見が相次ぎました。政府は先月まとめた成長戦略の中で、農林水産物や食品の輸出額を今の5000億円程度から2020年には1兆円に倍増する目標を打ち出しました。政府は目標の実現に向けて地方の意見を取り入れようと、今日仙台市で意見交換会を開き、東北各県の企業や県の担当者などが出席しました。この中で青森県の担当者は、大きな市場を抱える中国へリンゴなどの輸出を拡大するために政府として対策を取ってほしいと要望しました。これに対して農林水産省の担当者は、日本と中国との関係が悪化しているため政府レベルでの協議が進まない状況だと説明しました。また福島県の担当者からも、原発事故で日本からの農産物の輸入をストップしている国も多い、福島県の厳しい検査体制を実際に見てもらうことが効果的だと思うので、政府としても働き